乳液ってただの蓋じゃないの？いや、いいもんかな。彼氏彼女じゃん。はいどうも、アニメリアクターの財前黄色です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する第7話見ていこうと思います。前回は、新しい仲間であるマーハの子の人生が描かれた回だったよね。すっごい胸クソで個人でやりたい放題されてたんだけど、ルーグに助けられて、まあなんとかね、いい感じになりましたっていう感じで終わったわけなんだけど、今回はね、そんな、ルーグにこう助けられて新しく仲間になったマーハと他のルーグだったり、タルトだったりとの関係に注目していきたいなというふうに思います。なんかルーグを取り合ってこうタルトとマーハが喧嘩するみたいなのもあるといいな。完全にマーハは王子様っつって惚れてるわけだからね。いいんじゃないでしょうか。存分に取り合っていただこう。はい。まあ、ディアちゃんの行方も楽しみなのでね、そろそろ暗殺が始まっていくと僕は読んでいるぞ。はい。まあ、そんな感じで楽しんでいこうと思います。それでは見ていきましょう。世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する第7話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さてさてさて。お。何？あれ？医術？あ、そうか。なんだっけ？医療貴族なんだっけ？あれでもバラしていいの？ん？はい。そうかそうか。トゥアハーデって、そうだもんな。医者の一族だもんな。うん。てか、あれでもどっちまあ、いや、見とこう。あ、兄。あ、そういうことか。手引きしてくれたのか、この人が。知ってるのね、正体を。うん。まあ、そうね。味方でいてほしいよね。養子？誰が養子になるの？マーハか。なるほどね。マーハね。妹。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。マーハ。いいんじゃないですか。いや、いいね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 。よしよし、仲間になった。あと、ディアちゃんだけだね。まあ、多分、ディアちゃん救うとこから始まっていくんじゃないかなとは思うんだよな。なるほどね。あのおじさんが手引きをしてくれて、今んとこ、うまいことやってんだな。ってことは、イルグの妹なのか。ルーグとは特に関係がない存在っていうことでいいのかな、マーハは。まあ、でも暗殺をする上でそっちの方がいいよな。ドゥーン。いや、絶対そうだな。ディア助けて仲間にして終わりだろう。いやー、かっこいい、マーハ。いや、こんなかっこよくなると思わなかったな、マーハ。意外と前回女の子してたからな。マーハ、一番好きかもしんない。かっこよくて。いやー、楽しみだな、本当に。早く戦闘してほしいわ。でもなんか最後女神に銃口を向けてるっていうのが気になるよね。本当は女神を殺さなきゃいけないってなってたりして。あれは悪心で。Dog Six Blade。オッケー。偽りの生活。オッケー。マーハとの甘々な日々をお願いします。はい。なるほどね。お父さんってことか。酒屋か。うん。酒は嗜好品だからな。うん。まあね。おう。マジでだもん、商売のノウハウはないだろ。おー、いいな。仲良し。おー、ベーコンステーキ。お、アップルパイ。いいね、いいね、いいね。幸せそうだね。アップルタルトか、あれ。おう。うん。おう。経営のノウハウはないはずだけどな。あんのかな。うん、そうね。うん。そうね。女性向けの店。おー。この時代に化粧、あ、化粧はあるか。うん。まあそうね。ブランド力こそ命って感じがするけど、化粧品は。どうすんだろう。その手のノウハウもあるのかな。はい。となると。んなんだおお、タルト。どうしたのえ何え、何がいいようなのえええなるほど。お、いいな。あ、じゃあ何でもって、いや、何でもないです。うん。利用できるものはいっぱいあるね。まあ、あくまでコマとしか見てないわけだよな。人としては見てないっていう感じなのかな。一応人としても見てるけどね。どうなんだろう。難しい。いえいえ。おー。そういうこと言わないで。うん。そうね。うん。新しい化粧品。化粧水と乳液売る気？化粧水？あ、乳液か。なるほどね。あ、そうなんだ。まあ、乳液はそれには、それじゃないよね。乳液は蓋だよね。まあ、実際使っただけじゃわかんないと思うんだよね。化粧水で潤わせてから使うと。うん。内側ね。それ、オイルでベタベタしてるだけじゃないの？乳化した油だもんね。ん？俺さ、あんまり詳しくないんだけどさ、乳液ってただの蓋じゃないの？保湿にあれなのかな？まあそうね。肌が綺麗なら、もっと化粧のノリも良くなるしね。油だからな。ベタベタするだろう。えでもこれは好き。オッケーオッケー。まあそうね。肌をケアできるならねっていう。娼婦の子。なるほどね。ほほう。化粧水と乳液が生まれたのってメイクより後なの？まあ、そうか、でも。オン。うん。まあ、真似するよな。一撃で真似すると思うわ。ブランド力で勝てなくなっちゃうよ。うん。乳化させる必要があるからね。乳化。へえ、何それ。高そう。うん。遠いのか。おー。オーケーオーケー。うまいこと販路を作ってるわけか。販路というか、いろいろとね。へえ。あ、そうなんだ。うわぁ。ああ、なるほどね。秘密を守れるルートを作ってるのか。そうね。自分の価値を高めるやり方。だからこのプラン通りが怖いよね。どうプラン通りなのか。行かなくなったらどうなってしまうのか、ルーグは。お！おー、これってあの子じゃないか。おー、おるなって言うんだ。治る。わー、もう瞬く間に噂は広まってるんだろうな。まあ二つずつね。まあそんな使わんからな。おう。やっぱりあの子たち？孤児院の子たち？お。あら、化粧が崩れてるわよ。まあそうね。あら、いいね。あんなクソどもに言われた下品な化粧じゃなくてよかった。オッケーオッケー。まあ。そうか、でも、別に化粧水なくてもいいのか。顔洗った後に乳液するだけでも変わんのかな。オッケーオッケー。なんだんああ、そうね。しっかり仕事できて。うん。そうだよ。連携もできてるしね。利用してるだけだみたいなね。おー。ああ、なるほど。油と、入荷はできてるのかぐらいだろうな。イルグ？なかなかやりたい放題するな、この世界の貴族は。無駄だ。あああ、タルトが警備。え、死んだ。おい、家を汚すな。え、かわいそう。動いてますけど。あ、おお、かっこいい。スパイ枠。この後？何この後って。何するの？拷問？ん？あ。あ、マジで平気で。うわ、爪の間痛い。血のマニキュアだ。痛い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 。死は確定。あー、爪が剥がれました。30年前。今回の転生者のコーナーですか、これは。今回の転生者のコーナー。おえいえいんおううんオーケー。リリカルマダマダマダプルプルえいオーケーオーケー。だけどうまくいかなくて幻滅。テイク2、テイク3はなしだぜ。ブレー。あ。弱。弱。そうね。そうね。非暴力じゃないから。暴力なしで解決する手段だからな、あくまで。おー、お買い物いいじゃん。おー、なんだ？遅くなる。何しに行くんだろう？この日ってなんだろう？でも、仲いいんだね、意外と。取り合いかなと思ったら。お互い夜べのない存在だから、姉妹ができて嬉しいのかな？ルーグがいないところを狙われたらどうするんだろうな。これどうなるんだろう。何？え？はっ！ディアちゃん？あ！毎月やってるの？本妻じゃん、もう。メインヒロインやん、ディアちゃん。おう。それを実現させるんだな、ルークが。おー、ナイフを大切に持ってる。オッケーオッケーオッケー。変な振る舞い。ん？冬？重力反転。お姉ちゃん好きです。お姉ちゃん好きです。お、チョコだ。すげえ。大人になってるディアちゃんもかわいいなぁ。おー。チョコレートはないんだ。ハーブティーとかがあるならチョコとかもあっていいなと思うんだけど。おー、なるほどね。月に一回、あれなんだ、ディアに会いに行ってるんだね。すごいいいね。で、その間はお休みなんだ。タルトとマーハは。いや、いいもんかな。彼氏彼女じゃん。そうか。だから、私は使用人ですし、私は妹ですしって、そういうことなんだね。恋人になんか、しゃしゃり出るわけにはいかないですわねっていうところなんだな。好きだけど。おいおい、もうできてるじゃないか。リア充爆発しろー。なるほどね。こうやって月に一回会ってるんだね。もう恋人やん。やっぱりなんかあるなぁ。これディアちゃんなんかは、起きるなぁ、きっと。没落する可能性っていうのは高いんだよなぁ。トゥアハーデに入るから。お？改めて染め直す。そして添い寝。一緒に寝るのね。なんだ今の表情は。さあ、転換しそうだな話が。あら！寝起きが悪くなるぞ、こんな光景見たら。ああ、そうなんだ。何？焦げ臭い？家に火がついてる？あら。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ビル君もなったから。え？そういうことね。はい。やばいな。なのかちょっといいね。ちょっと抜けてるとこがいいですね。なるほどね。なるほど。うへんをしてしまったわけですね。はいはい。なるほどなるほど。ディアちゃんに会いすぎて興奮しすぎたというような感じなんでしょうね。みたいな。そういうところですね。大丈夫です。ウィル君もしてたんで。このさ、なんか、今回さ、なんか、多いよね。なんか、後期多くない？そういう作品。なんか似てるところが。うん。親子愛がテーマにした作品が多かったりとかさ、作中で運営したりとかさ、なかなかなというところで、はい。あれ？なんかルディもそんな感じの描写なかったっけ？なるほどね。まあ、恥ずかしいよな。黙ってトイレに行って洗ってくるんだな。パンツを。はい。もうなんかでも、ぞっこんやな。ディアもそうだけど。ディアも多分大好きだろうし、ルーグのこと。でも、かっこいいし、いいやつだからな。鼻がやばい。なるほど、なるほど。イカ臭かったわけだ。いや、でも、ディアちゃん気になるな。どうなるんだろう。二人の約束。えい。洗濯の儀式。ウォッシュ。はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いや、めちゃめちゃ面白かったっすね、今回も。いや、いいな。なんか今回はね、なんかこう、派手な面白さじゃなくて、なんかスカッとする面白さでもなくて、なんかこう、日常の、なんか一部をこう、切り取ってみたような感じがして、すごい良かったなっていう風に思います。マーハにも仕込んだんだね、あれ、殺しをね。なるほど、なるほど。完全に情報担当かと思ったけども、殺しにももう、全然もう全く、躊躇ありませんみたいな感じなんだろうな。まあでも本当に嫌なことがいっぱいあったからね、だからこそ別にそういうのを許してはいけないとも思ってるだろうし、殺しに対して躊躇してはいけないと思ってるんだろうな。ルーグのため、イルグのためっていう風に思ってるんだとは思うけど。気になりますね。でもどうなるんだろうな。ディアちゃんにも会えたし、いい感じではあるんだけど、ちょっとそろそろ仕事していただきたいなっていう風に思うところがありますね。このままだとオープニングとか、PV で見たなんかかっこいいなんかこう、暗殺のこの物語だぜみたいなものじゃちょっとなくなってきてるからね。うん、なんか乳液売ったからなんだっていうのがちょっと出てきちゃうんだけど、これも癖なのかな。乳液を売っちゃうぜみたいな、乳液売っちゃうぜみたいな、愚かだぜみたいな、なんかそういう、あれなのかな。でもさ、どうなんだろうね。まあでもなんか今回なんか緩和9大的な回だったけど、それまでなんか9場だったかと言われるとそうでもないからさ、うん。そろそろちょっとみたいなオープニングのみたいなかっこいいシーンがっていうのはありますね。うん。毎回まあ求めてて、まあ多分後の方なんだろうなっていうのは覚悟はしてるけど、ちょっとね、ちょっとじらされてちょっと痺れを切らし始めてきてるところはあるからね。本当にそろそろ楽しみですね。なんかもう待たされて、うおーっていうのもいいけど、そろそろちょっと見たいなと思ってる。別に殺しをしろと言っているわけではないけど、そろそろかっこいいシーンが見たいなと思ってます。はい。本当に。だって乳液使うので、乳液売るので16分くらい使ってただろう。いやもうさ、乳液ってでもさ、化粧水なきゃ意味がないものだと思ったわ。単体でも意味あるんだね。うん。知らなかった。まあでもそうか、化粧水はよりこう、肌に保水させるものだからか。まあ、スキンケアガチ勢じゃないんで、そこら辺よくわかんないんですけど。なるほどね。乳液使って肌のノリがいいわって言われても、なんだろう。乳液ってでも結構ベタベタしてるじゃん。ベタベタしてるっていうかオイルじゃん。だから。油だからそりゃノリいいやろと思うんだけどね。下地じゃないからさ。まあそんなツッコミもありつつね、まあ楽しめたんでいいかなという風に思いますね。ディアちゃんが可愛かったな、なんかこう、ルーグに月1で会えて嬉しいっていうのが見えてたし、なんかそれに対してなんかちょっと多分、タルトやマーハは嫉妬してるんだなっていうのが見えたりとかね。まあいろいろと楽しんで見れたんじゃないかなという風に思います。マーハは妹枠か。いいねいいね。マーハが一番好きです、僕。今のところすごい可愛い美人で、なんかおしとやかでいいよね。うん、素敵だなというふうに思いますけれども。いやー、まあまあ、今回は割と色々と盛りだくさんっちゃ盛りだくさんだったな。いやー、どうなっていくんだろうな、これから先。まあでも、ディアがね、多分没落すると思うんだよな。そこで、多分、ルーグが引き取るっていう形になるんじゃないかなっていう風に思うんだよな。政略結婚させられそうで大変です。いやー、相手は悪い貴族です。じゃあ、あの貴族ぶっ飛ばそうぜっていう感じになっていくのかな。まあでもどうなっていくんでしょうね。まあこれから先も気になりますね。はい。まあね、今週の転生者のコーナーは、完全に木村昴さん、ヒプノシスマイク始まりました。山田一郎転生バージョン。はい。そんな感じでいい感じなんじゃないかなというふうに思います。ただ山田一郎が転生した場合は多分異世界でもまあまあ無双できるんじゃないか。いいねいいね。ラップも見せて、よ、チェケよ、チェケよ、みたいな。うん。なんか、女神様がいつもコスプレしてて可愛いなというふうに思います。はい。まあそんな感じかな。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。これは実は伏線でねとか、なんかそういう、伏線だからしっかり覚えておいた方がいいですよとか、いろいろとなんかそういう原作勢の補足とかね、いろいろとお待ちしておりますので、ぜひともください。以上、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する第7話でした。バイバイ。